それでは2015年2月1回目の橋本勝知事定例会見を始めさせていただきます。幹事社の進行は茨城放送の立川と申します。よろしくお願い申し上げます。まず来年度予算に関することです。知事査定が大詰めかと思います。来年度予算の概ねの規模、それから力を入れたいところがありましたら教えてください。今最終段階に入っているところでありますけれども、まあ、かなり大きくなるかなと考えておりますが、大きな要因としては一つは震災関連予算が最終年ということでですね、だいぶ膨らんでまいります。それからもう一つは地方消費税が税率アップしましたものですから、都道府県間の生産あるいは市町村への交付金が増えるということで、これまでで最大の予算規模になろうかなと考えております。そういう中で復興に力を入れることはもとよりでございますけれども、その他今やっておりますのが実は今年度の補正予算、最終補正予算と絡めた予算措置、予算調整をやっているところでございます。まあ、ご承知の通り、この交付金事業がかなり多額のものが予想されるものですから、我々としてはこの消費喚起生活支援型、あるいはまた地方創生振興型、この2つについて先も睨みながらやっておるところでございまして、こちらの方がかなり国の方針と合わせた形で金額的には大きくなってくるのかなと思っております。それと合わせて来年度予算につきましては、いろいろこれまでも申し上げてきてますように、みんなで作る人が輝く元気で住みよい茨城づくりという、そういう基本方針で各分野にバランスよく予算を配分していきたいと思っておりますし、それに加えて世界に流れた茨城づくりとか、あるいはまた女性や若者が活躍しやすい環境づくり、さらには県北地域の振興などに特に重点を置いていきたいと思っております。大体の大枠の額っていうのはまだ今日の段階ではいけない感じですか。1兆ですね、1兆、まあ、1500、600億というところになるかなと思ってます。それから、2つ目なんですけれども、先週航空会社のスカイマークが民事再生法の適用を申請しました。その前の週の1月21日に減便というのがスカイマークから示されて、で、民事再生法を適用して29日午前の会見を終えた後に、まあ、さらに減便というのが示されて、まあ、ある種二段構えの展開ということになったわけですけれども、ある種同様の広がりがあるかなというふうにも見られるんですが、まあ、就航対策、利用促進、まあ、修学旅行への活用、県民への、まあ、利便性の低下などの点からご覧になって、まあ、いろんな受け止めがあるかと思いますけれども、橋本知事としてはそのあたりどのようにご覧になっていますか。まあ、急速に資金繰りが苦しくなったということで、民事再生法の適用を申請されたようであります。まあ、そういう中で21日に発表したこれからのスケジュールが、対案ですね、さらに厳しいものになったということで、29日の発表というものは私はやむを得ないのかなと思っております。まあ、ただできるだけ早く再生を果たして、再建を果たして、また復活させてほしいなという思いを強く持っておるところであります。私どもとしては茨城空港の利用というものにつきましては、だいぶといいますか、国内線は完全にスカイマークに頼っておるところでありますので、スカイマークさんが再建してもらえないと、とんでもないことになってくるわけでありますから、精一杯利用促進に協力をしていきたいなと思っております。県民の皆さんにもですね、なんとかスカイマークが残れるように利用をぜひ活発化していただけたらありがたいと思っております。一部の学校では修学旅行の、まあ、離着陸先として茨城空港を利用ということもやっているようですけれども、その枠を増やしていくですとか、そういうふうなことというのは現段階で考えとしてあったりはなさるんですか。まあ、我々としてはですね、修学旅行についてはこれまでも積極的に県立高校などに働きかけてきておるところであります。これを予定通り実施をしていただいて、そして
カイマーク利用による修学旅行というものは安全便利でしかも科学的にも有利であるというようなことをしっかり各学校に理解できるようにしてもらいたいなという思いが今一番強いところであります。まあ、これからどういうふうな会社の経営になっていくのかわからない面もありますけれども、ある程度サポートしてくれるところも出てきそうな報道などもなされておりますのでですね、我々はそれがしっかりとしたものになっていくように期待をしております。それから指定廃棄物のことに関して伺いたいんですが、先週会議が開かれてその後、14市町村が別途会議を開くという流れの中で、その14市町村による会議というのは大体この後いつ頃になりそうですか。まあ、これはまだいつ頃ということは申し上げることはできませんけれども、この間福山政務官が市町村会議の中でですね、保管自治体のご意見を伺いながら検討も相談し、環境省が検討していくというふうにおっしゃっておられますので、いろいろ環境省の方にもお話をしていきたいなと思っております。ただ2月3月というのは市町村長さん方も大変忙しい時期になりますし、4月に統一地方選ということもありますからですね、どういう形で進めていくのかについては我々としても少し検討しながら国に物を申していきたいなと思っております。単純に市町村長会議を開いて場所を決定するという以外にも、例えば8000ベクレルを超えるものについて、例えば分散保管を継続するという場合にどういう建物を施設を作ればいいのかとか、あるいはまた1000ベクレル以下のものをどう取り、以下になっているものについてどう取り扱うのかとか、いろいろ詰めていかなければいけないものもこともあると思いますので、そういったことなどについて環境省の方とも意見交換をしていきたいと思っています。幹事社からは以上です。他の社の皆さんお願いいたします。各社さんどうぞ。はい、どうぞ。共同通信の柴田と申します。農協改革についてお伺いいたします。昨年6月に知事は磐越北関東5県の知事との会議で政府に対して、農協改革についての、要望書などを提出されておりましたが、先日、JA 茨城の方から要請書を受け取っていらっしゃいますので、今後どういった、行動に結びつけていく予定があるのかを教えてください。これから状況を見ながら行動していくということになると思います。ただだいぶ事態が急速に動いておりますので、その時間があるのかどうか、私自身まだ予算立て仮期な状況なもんですからですね、それはちょっと心配しておるところであります。また各県の動きなども今のところあんまり出てきておりません。そういうことも踏まえてですね、各県ともお話をしながらどうしていくかについて決めていきたいなと思っています。ただ私自身はこの間も加来会長にも申し上げましたですけれども、一つはやはり日本の農業がしっかりと存続していけるような儲かる農業というものを実現していくことが必要だろうと思っております。そのために例えば輸出やあるいは独自産業化とかいろんなことをやっていく上でも、日本の農業界をまとめていくということが極めて大事なことであろうと思っておりますし、日本の農業界が一丸となってですね、いつも溝子の村市場の長谷川さんという代表が言ってますけれども、農家が自分の作ったものについて値段に全然関与できないのはおかしいということを言っておられますけれども、そういった点でですね、日本の農業が強くなっていく、そのために、どういう組織が望ましいのかという観点が一つとですね、もう一つはやはりユニバーサルサービスという点で、この間は神谷さんなどが要望に来られたときにもですね、あるところで銀行の支店がなくなってしまったと、その取り扱っていた年金の半分ぐらいが農協に来ているという話がありました。そういった点からしても、このユニバーサルサービスといいますか、郵政の方で、郵政じゃなくて郵政の方で言われておりますけれども、東京もある意味過疎化が進む中でユニバーサルサービスというものを分担している部分というものは
かなり大きいし、これからますます大きくなってくるのかなと思っております。それは金融だけじゃなくて、例えば石油ガスの販売などもそうでありますし、物品の販売などもそうであります。いろいろな形で農業は役割を地域で果たしている。その役割を変わるところがあるのかというと、なかなかこの全くの資本主義ベースと商業ベースということになると難しい面も出てきますのでですね、全体の農協としてやっていただきたいことは私はたくさん出てくるんじゃないかなと思っています。そういう点を踏まえながら農協改革というものについて十分議論したらいいんじゃないかなと思いますけれども、今農業の生産者があんまり農協の議論の場に入って、農協組織をどうするかという議論の場に入ってこなかった、いろいろ加工とかそういう関係の流通の人は入っておりますけれどもですね、生産者の声というものを聞くという点ではまだまだそういう審議会などの場では十分じゃなかったのかなという感じを持っております。ただ今万歳全中の会長を中心にして直接話しているということでありますから、それはそれでその行方というものを見守っていきたいなと思っています。ありがとうございます。NHK の木村です。先ほどの空港の関係で関連で質問させていただきます。今回スカイマークが水再生法の適用ということですけれども、今後の茨城空港の中期的なこう誘致であったりとか、中期的な視点で今後の茨城空港というのをどうしていくべきなのか、何かこうあるこう踏みとどまってですね、こう考えた場合にどうあるべきなんだろうかというところでいうと、私の考えを。茨城空港については首都圏の航空需要はまだまだ伸びると思ってますので、そういう点で果たすべき役割というものは十分にあるのかなと思っております。それからドイツなどの例を見ておりましても、この LCC 空港というものは何十キロか離れているところにあるというのは、結構多いものですから、そういったことなども参考にしながらどうやれば利用客を増やせるかという点で力を入れていかなくちゃいけないなと思っております。例えばアクセスをもっと良くするという点で、今茨城空港へ常磐道から直接アクセスする方法をもう少し連絡道路ですね、もう少しいいものを作る、便利なものを作るとかですね、いろんな検討をしていかなくちゃいけないと思っています。それと当面の課題としてはやはりスカイマークさんに存続してもらうためにどういう形で支援体制を組めるか、今年度の補正予算、26年度の補正予算の中でですね、我々としては利用者を増やすためのさまざまな提案をしていきたいなと思っておりますので、それは後ほど発表させてもらいたいと思います。24年度予算の中で、26、来年度予算っていうこと、いや本年度、今年26年度補正予算、補正予算の中で、スカイマークの存続を支援できるような何らかの施策を入れたいと思います。利用者対策という形で、実質的にかなりこの割り引いた形で乗れるようにするとか、乗った人に対して支援をするとか、そういうことを考えております。補正の発表は多分まだ先だからということで、多分ちょっとまだ口が濁ってる部分があるかなと思うんですが、はい、もう少しちょっと具体的にですね、このスカイマークの存続に向けて県として考えていることを今の段階で言える範囲で結構ですので、教えてください。今言ったぐらいですね少し控えさせてもらいます。アクセスとかそういうこと。アクセスは先ほど言いましたように、この常磐道の石岡三玉インターの方から空港へ抜ける道路ができるかどうかという今詰めを行っているところです。空港の利用料とかのあたりについてはいかがですか。利用料などについては今までも対応してきてますので、これからやろうとしているメインは利用者に対する支援、あるいはまた茨城空港の PR ということになってまいります。首都圏との交通手段の確保とか、将来先ほど申し上げたようなバスが500円バス走ってますから、これをどうやって早くするかということが一番大切だと思います。
はい、どうぞ。すみません、茨城市民社、あ、いや、澤です。今関連でですね、利用者対策というか、スカイマークの支援の中で利用者対策ということで割引く形でというようなお話がありましたけれども、何らかの形で搭乗者保証とかそういったものについてお考えですか？それは今のところ考えておりません。とりあえず実質的な価格割引になるような方策というものを考えていきたいなと思っております。例えば搭乗者に対して空港で使える券を差し上げたりとかですね、あるいは後で航空券を買うときに使えるようなものを差し上げたりとかですね、そういうことを考えております。そうしますとその、来て空港に利用来てもらうことを促進するというような、従来の、はい、対策をこれ、はい、強化するというそういったところでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、こちらさん、はい、どうぞ。産経新聞篠崎です。今 の、 関連なんですけれども、現在茨城空港の国内線というのはもちろんスカイマークしかないわけですけれども、で、これの存続に全力を挙げるというのは当然のことでありますが、なかなか難しいことであると思うんですけれども、他の航空会社ですね、 LCC も含めてそこに何か就航を呼びかけるために新たに何かされるというようなことっていうお考えはございますでしょうか？それは海外の航空会社も含めて絶えずいろんな形でアプローチはしております。ですからこれからも継続してやっていきたいし、これまで以上に力を入れなくちゃいかんと思っています。具体的にどっかの航空会社とか、具体的にどっかの航空会社にというようなものっていうのはございますでしょう、これまでの流れ以外に？いや、これからですね、LCC でも足の長いものができてくるとまた対象範囲なども異なってきますので、そういったことなども期待しているところです。はい、どうぞ。 NHK の田中です。茨城空港に関連してですけれども、先ほど の、 利用者に対する支援というところに関連してですね、スカイマークの方にお金が流れるというよりは、その利用者とあとその地域の振興も兼ねたような対策方針ということでよろしいですか？はい、そういう方向を考えています。はい、どうぞ。東京新聞の瀬野です。先ほど の指定廃棄物の会議の件なんですけれども、ちょっともう一度確認、今後 の、 その14市長の会議のスケジュール感なんですけれども、知事のお話ですとこれはもう来年5月以降早くともそんな感じなんでしょうか？先ほども申し上げましたですけれども、この保管をこのまま継続するにしても、どういうふうにして、継続していくのかという点でいろいろ課題もあると思ってますので、そういったことをまず先に事務的な面も含めて詰めていく必要があるんだろうと思っております。なかなか環境省から返事が帰ってくるのも時間かかるものですからですね、そういった点ではすぐ3月4月になってしまうのかなと思いますので、今申し上げたようなことでいろいろな議会とか統一地方選と関係する時間になってしまう。そうするとその間に全員すんなり集まれるかどうかということもありますので、若干遅れる可能性はあるのかなと思っています。できるだけ早く詰めていきたいと思いますけれども、何も詰まってない段階でやってですね、分散保管というものを決めてしまってもその後また時間がかかることになりますので、詰めるべきところはある程度詰めてやっていった方がいいんだろうと思っております。国の予算措置もどういう形になってくるといいますか、分散保管の場合にどういう対応してくれるのかもまだこの間の会議の中でははっきりしておりませんでしたので、そういうことについてもはっきりさせていく必要があるんだろうと思っています。この問題は基本的には環境省の管轄というか、環境省が最終的に決定をすることだと思うんですけれども、その中で県がの立ち位置というか、国に対して働きかけていくって、改めてなんですけど、どういうところになるんでしょうか？指定廃棄物については国の責任において、ちゃんと取り扱うことになってますので、法律でですね、これは当然環境省が責任を持っていくことになります。ただ県としても各市町村だけではなかなか声が
環境省の方に強く響かないとかいうことであれば県が間に入っていきますし、また市町村間の意見をまとめないと具合が悪いんじゃないかというときには間に入って我々も調整役をやってまいりたいと思っております。ありがとうございました。はい、どうぞ。すみません、先ほどの空港の関連でもう一度ちょっとお尋ねしたいんですけれども、補正予算の規模というのはそのスカイマークの部分とか、まあ、茨城空港の部分でいうとどのぐらいをイメージされますか。茨城空港関係の補正予算、補正予算で結構大きい金額考えています。何億という単位になってまいります。それは年度内に全部は使い切れます。当然来年度に使う形になりますけれども、そうですね、まあ、5億は最低超えるということでご理解いただきたいと思います。通常一般当初予算と補正を合わせた額という。合わせた額ね。合わせた額で。いやいや、補正だけで。補正だけで5億をかなり超えると思います。6億に近い。いや、そんなもんじゃないですね。もっと超えると思います。まあ、今のところ予定しているものは、まあ、もうちょっと大きな、あんまりここでまだ言う段階じゃないので、後でまた申し上げたいと、発表したいと思いますけれども、かなり思い切った金額を出していこうと思っています。これはスカイマークの支援という観点もありますけれども、それと合わせてこの消費喚起型ということでありますので、消費喚起型のお金がどれだけ来るかということがまだはっきりしておりません。これが消費喚起型2500億が全部で、2500億でそのうち1000億が県分です。そのうち我が県に何億来るかということになってくるわけですけれども、市町村の方はどちらかというと、例えば1万2000円の商品券を1万円で売るとかいういきなり対応型になってきてますけれども、県分の方についてはいきなり域外対応ということで、我々としては県外のお客さんがこちらへ来て消費してくれるような仕掛けというものを作りたいということで、県外のお客さんを呼ぶのにいろいろとこのプレミアム商品券、宿泊券とかやってますけども、それと似たような形で県外の人もこちらへ呼んできて消費をしてもらえればいいんじゃないかということで、その呼び水という意味でも今回のこの茨城空港を利用した旅行というものを呼びかけていきたいなと思っております。それから消費という点ではこの域内に必ずしもなりませんけれども、国全体と消費を喚起するという意味では県内の人に利用促進するということも役に立ってくれるんじゃないかなと思っています。大変不勉強で申し訳ないんですけれども、地方創生の何か制度を活用しながらというふうにしていらっしゃいますか。地方創生先行型じゃない方の地方消費喚起生活支援型という方を活用してやっていきます。ですから我々としてはその交付金を活用する方策として茨城空港の利用を促進するのはかなり有効なんじゃないかなということで、ここに力を入れております。それでかなり大きな額というのは10億よりは下。それは下です。9億よりも下。まああんまり言わないようにします。はい、わかりました。はい、どうぞ。日経新聞の柴田です。ちょっとまた空港関連でお伺いしたいんですけれども、国内線の途上率が非常に低迷している路線が多いというふうに伺っているんですが、一方で国際線に関しては、上海便などは非常に好調だというふうにも、伺っております。で、今後今回のスカイマークの一件があって、先ほど知事の方からも海外の航空会社のアプローチなどという発言もありましたけれども、国際線により茨城空港を特化させていくというようなお考えも、その可能性としてお考えの中にあるんでしょうか。で、特化するという考えはありません。両方を力を入れていきたいなと思っております。もちろんこの海外からの便につ
についてですね、先ほど申し上げたように足が長くなってくればもうちょっと接触する範囲も広げていきたいと思っておりますし、それから今度のハルビンのようにですね、チャーター便というものについても増やしていけたらなと思っております。まあ、いろいろな形でいろいろな会合に出てですね、茨城空港の宣伝をしておるところでありますので、これからも海外便についてもさらに力を入れていきたいと思います。はい、どうぞ。茨城新聞の小池です。来月のなんですけども、科学の甲子園が茨城で行われると思うんですけども、まあ、3年間は本県開催ということが決まっているようですけども、まあ、せっかくこう開かれる中で、まあ、本県として、独自のですね、何かこう PR だったりですね、発信だったりですね、まあ、筑波の科学の街というのをどう発信されていくのかというのをお聞きしたいんですが、JST の方から明日発表とかですね、いろいろ具体的な発表があるようですので、今私の方で言ってしまうと明日の発表に影響しますので、明日聞いていただきたいと思います。まあ、我々例えばイノベーションアカデミーとか、これまでも全国の高校生1000人規模で集めるようなイベントというものを、理科振興筑波を見ることに、あるいはまた筑波にいる人に会うことによって、高校生を刺激したいなという取り組みはいろいろ進めてきてますので、今回の科学の甲子園もそういった点でですね、筑波とか茨城県東海村の BNC でもありますけれども、そういう最先端の科学技術圏だということを PR したいと同時に、全国の高校生にそういったものを見ること、あるいはまた日本の有数の科学者に会うことによって刺激を与えるということに力を入れていきたいと思っています。具体的な施策については明日聞いてください。分かりました、ありがとうございます。あともう一点、茨城国体のことをお聞きしたいんですけども、まあ、なかなか県民がですね、県政世論調査でもあまり知られてないということもありまして、あとまあ国体2回目ということで、その1回目はやはり施設の整備だったりですね、そういったところがメインだったと思うんですけども、改めてその県民にですね、2回目をやる意義っていうのを知っていただくっていうことも大切なのかなと思うんですけども、知事はその点どういうふうにこう県民に茨城国体を PR していきたいなと思っておりますでしょうか。まあ、まだ内定したばっかりでありますからですね、県民の皆さんが十分にご存じないのはある意味やむを得ないのかなと思っています。これから国体開催に向けて、雰囲気というものはどんどん上がっていくと思っております。いろいろこの学校関係などでの活動なども活発化してまいりますし、各市町村で受け入れ活動なども活発化していきますのでですね、全市町村が何らかの形で関係することになっておりますから、そういう点ではあまり心配しておりません。ありがとうございます。読売新聞の一条と申します。先ほど空港対策で補正でのお話がありましたけれども、当初予算の方で何らかの新規事業等を考えていらっしゃるんでしょうか。当初でもある程度のことはやっていきたいなと考えておりますけれども、補正と比べれば規模的にはかなり少なくなってまいります。補正のせいで5分の1ぐらいということでですね、通常ベースのものに当初予算はなっていくと思います。もう一点、当初予算の方で、まあ、震災関連がかなり大きな額になるということでしたけれども、規模的にはどれぐらいになりそうなんでしょうか。これはほとんど公共工事が多いものですから、今まで、やってきたものの仕上げを27年度中にやりたいということで、かなり規模が多くなっております。まあ、この大震災関連のプラスだけで、250-60億になってきますので、かなり、ウエイトとしては大震災関連は大きいものになってまいります。
ありがとうございます。はい、どうぞ。先生、茨城新聞社の豊島と申します。先日原子力発電環境整備機構のニューモ主催の地層処分について考えるシンポジウムが水戸市内で開かれました。で、高レベル放射性廃棄物については東海村再処理工場などにも一時保管された状態が続いておりますけれども、その中で候補地の選定作業っていうのはなかなか難航している状況で、国の方も前面に立ってこう科学的有望地というものを示すというような考えを示しておりますが、まず知事にはこの核のごみの最終処分に関するご認識をまずお伺いしたいと思います。原子力発電の最大の課題の一つだろうと思ってますので、国で、自分たちの方でもっと積極的に関与していきたいということは、それはいいことだろうと思っております。ただ具体的に総論賛成、各論反対という形になりがちでありますし、かつてある町で手を挙げた町長さんが次の選挙で落選しまったとしてしまったといったようなこともあります。そういったこともありますので、やはり国民全体に理解を広めていくということが大変大事なのかなと思っておりまして、そういう一環だろうと思っております。ただ敵地といっても多分同じような条件のところたくさん出てくると思いますので、その中でどこにするかと絞っていくということになると、やはりかなりの困難を伴ってくるんじゃないかなと思いますが、いずれにしても核の最終処分ということでやっていかなければいけないことであることは間違いないわけでありますので、それをちゃんと力を入れていってほしいと思っております。重ねて質問なんですが、仮に今後東海第二の再稼働の判断を知事が下されるような時が来た際にですね、この最終処分という問題の道筋が立っているか否かというのは、その再稼働を判断するにあたってですね、知事の判断材料になるのでしょうか。それほど大きな上とは占めてこないと思います。あまりこう道筋が立っていなくても、それはまた別途再稼働の判断は別、それとは別に判断できるというお考えということでしょうか。いつも申し上げてますけれども、やはり県議会とか地元の意向というものを十分踏まえながら検討していきたいなと思ってまして、その廃棄物をどうするかということについても、ある程度東海村に今積み上がっているものについては制約、あそこに積み上げるための地元の了解というものが必要になってくるわけですから、その判断の中で地元での検討というものもなされていくんだろうと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。日経新聞です。圏央道の開通の件で伺いたんですけれども、先日神崎インターチェンジ大栄ジャンクション間の開通が当初の平成26年度末となっていたはずが、平成27年5月にずれ込む見通しだという発表がありましたが、企業立地促進する上で圏央道というのは非常に大きな武器になると思うんですが、こうした開通時期が遅れるということに対して知事の率直なご感想と、あとはその影響をどの程度大きいと見られているか伺えますか。盛り土工事において想定以上の圧密沈下というんだそうですけども、そういった現象が発生して、その対策工事に時間を要したということでありますから、これは安全を確保するという意味でもやむを得ないことだろうと思っております。そして今5月末までになったということでありますけれども、5月末までになったことによって、この企業誘致などに直接影響してくるかということになると、それは当面はないと思います。いずれにしてもこれから進める企業についてはですね、5月末までに工事ができるわけでもありませんから、それは影響ありませんし、これまで決めてくださっているところは今からどこか行くということもないでしょうから、そういった点で直接的な影響というのはないと思います。
ありがとうございました。まあ、強いて言うならばですけれども、5月末までとなっているので、いつなのか分かりませんけれども、ゴールデンウィークの観光客という点で、影響が出てくるのかなという心配はしております。ありがとうございます。こっちはいいかな。よろしいですか。はい、もうだいぶ越してる。ゆるい話題を一つ、お話したいですけれども、はい、最近昨年末ぐらいからですね、納豆のキャラクターのネバール君というのがこう、にわかに人気が出てきているんですけれども、まずこれ知事ご存知かというのと、あと、まあ、県の PR ということで、ここまで吉本を使って来られたと思うんですが、何かこうそういう人気のキャラクターにこう相乗りするような何か動きとかを考えてらっしゃるか。まあ、今まだ考えている段階ではありませんけれども、ネバル君だいぶ人気になってきている。特に、子供にとっては急にパッと大きくなるんで、背が高くなるんで、だいぶ興味があるんじゃないかなと思っています。そういった点で、どっかのところで非公認キャラクターとかいうこともあります、言われているところもありますけれどもですね、いろいろ協力していく、活用させてもらうことは考えて行った方がいいんじゃないかなと思ってます。ネバール君に対してこうラブコールを検討して送っていきたいと、まあ、そこまでまだ言いませんけども、これからいろいろ活用できる方法があるかどうか考えていきたいと思いますし、向こうも何でやってるのか私ちょっと知らないもんですから、活用、我々に協力できる体制が取れるのかどうかということもあります。例えばハッスル公務の公務員や水戸の人たちに神戸とか福岡とか札幌へ行ってもらってますが、あのネバール君も中何が入ってるのか分からないけど、そういうとこたくさん行けるのかどうか聞いてみないと分かりませんので、そういったことも含めて検討していきたいと思います。それでは2015年2月1回目の橋本勝理定例会見終了します。ありがとうございました。